こちら清十郎さん、鈴勢より上さんのベニクモン流です。サイズの方が26センチです。お願いします。はい、非常に、変わったベニクモン流だと思います。当然紐模様もそうなんですが、墨の出方も特徴的で変わっております。時期的にもあんまり餌を与えてないので、これから本やりなんですけども、まだちょっと色も、色上げもこれから増やしていって赤くしていただければですね、十分ベニクモン流で赤くもなってきますので、もうちょっと赤くしていただいて食べていただきたいなと思います。そして結構ベニクモン流大きくなりますので、その辺も、楽しんでいただきたいなと思います。で、これだけ炭も固まっておりますので、真っ黒になってしまうこともなくですね、このまま紅白地炭とですね、模様が秋まで保てるんじゃないかなと思っております。はい、特徴的なパターンが非常にいいですね。撮っていきたいと思います。はい、じゃあカフェです。最後中の方ですね。特徴的な、本当にパッと目に留まる珍しいパターンなので、なかなかこういったパターンの見ないですね。そうですね、はい、御三家模様とは言わないですけど、こうポンポンポンと花柄のような、そうですね、はい、いかがでしょうか。こういった品種をお楽しみの方には絶対の一本だと思います。こちら清十郎さん、鈴勢より上さんのベニクモン流、明け2歳、雌雄不明です。サイズの方が26センチ。ぜひよろしくお願いします。